今年で、まあ、創業72年ぐらいになられると、はい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 、まあ、約創業70年超えてらっしゃる会社、はいはいはい、まあ、そもそもこの会社がどのようにスタートして、はい、今そういった事業になってこられたのか、はい、少しちょっと会社の歴史を。福宝亭さんという会社の前の前身の筑豊酸素という会社が1952年に始まったんですけども、私は今3代目で、創業者が私の祖父になります、はい、で祖父はその酸素屋を始める前にまず地元で鉄工所をやってまして、うん、でその鉄工所の名前は宮島製業と言いまして、うん、まあ、リベットですねを作る会社でした。当初のお客さんはいわゆる、国鉄さんがメインで、はい、国鉄の線路の枕木を止める犬釘を作ってたのが最初です、うんうん、戦前ぐらいですかね。それは戦前ですね、はいはい、でやがて昭和のいわゆる戦中期に入ってきて、昔の軍艦っていうのは後半を止めるのはリベット止めしてましたからね、うん、でそれですごく重量が重いような軍艦を作ってたました。でそれがまあ戦争が終わって溶接に変わっていったんですよ、どんどん。なるほど、はい、で溶接の最大の強みは形状に合わせて いかようにでもつけられるし、もう一つは軽くなります、明らかに重量が、うんうん、その留め具が必要になるわけですね。留め具の部分、はい、が軽くなって、はい、そういったメリットがあって、うちの、まあ、創業者先々代がこれからは溶接屋で留め具をつけて、うんうん、そこで溶接として必ず必要なガスというところに着目して始めたのが福宝亭さん。なるほど、はい、それが1952年、はい、当初は筑豊酸素という名前で始めて、うん、5年後にその福宝亭さんという名前に変わるんですけども、はい、それは、一緒に手を組んだガスメーカーさん、うん、あの当時帝国酸素と言ってたんで、そこで帝酸という名前がついて、すごくいかついんですけども、はい、そうなった経緯があります。なるほど。その後そのこの飯塚の地で、はい、まあ、当初はどういうところのビジネスで力を入れてて、はい、それが時代とともにどういうふうにこう、はい、事業の主軸が変わっていかれたのか、はいはい、創業当時は、まあ、筑豊炭田ですね、うん、いわゆる石炭産業がまだまだ続いてた時代です、戦後も。で石炭産業には例えばトロッコとか、はい、いろんな機械物を作って必要としてて、それを作る会社があちこちありました、あの筑豊一帯に、はいはい、まあ、例えば三菱系だと大谷機械さん、うん、で日鉄系だと香袋工作所さんとかね、うん、まあ、そういったの大きな、まあ、昔の方は分かってるかもしれないけど、うんうん、そういったとこあって、そこにが最初のお客で、うん、いわゆる石炭産業の一環でやってました。なるほど。最初はこの、まあね、炭鉱の町であるこの筑豊飯塚の地で、はいはい、その炭鉱所のいろんな機械とかを作るメーカーさんに対して、はい、そのやっぱガス溶接用とかのガスを、そうです、ガスとか溶剤とかね、そういうものを、そういったものを納品入れる会社。なるほど、なるほど。それが主な事業でした。なるほど。で、やがて医療病院さん、うん、まあ、大きな総合病院がいっぱいできて、で酸素というのをバンバン使い出したんですよ、はい、おそらく戦前そんな酸素使ってなかったはずですよ、うんうんうん、酸素を使って 病院とかでも、はいはい、いわゆる医療のための酸素、うん、ただもう最近いろ、まあ、手術とかする際に必ず酸素を吸入させてやりますし、そういった意味ではすごく病院さんで酸素を使い始めて、うん、で次の今の大きな柱の一つの医療は、医療用酸素はそういったところから始まる、うん、その後まあそれこそこのね飯塚の地っていうのもあまりこう炭鉱っていうのが閉山っていうのが起きたんじゃないかなと思うんですけど、はいはいはい、昭和40年そのあたりでもバタバタ閉山していきました、炭鉱が、炭鉱自体が、はい、はい、でちょうどそれに置き換わるようにあの車産業が来ていただいて、うん、うちはそのトヨタさんが納めさせてもらってるんですけど、その他にも日産自動車さんとかも、うん、まあ、神田のちょっとは離れてるけどそういったところにあってで今やそのダイハツさんも大分中津とか車にエンジン工場だったりして、一大拠点今、うん、北部九州は自動車産業、自動車産業、おそらく愛知県に次ぐ自動車拠点になってまして、今一つの
大きな主力産業ですよね、北部九州全体の。おかげさまでそれに乗っかることができて、あの今の形につながっていってます。なるほど、はい、なるほど。じゃあもうその自動車産業が九州にやってきたときに、ある意味その医療の柱とその自動車製造の柱っていうのは大きくできて、はいはいはい、そうですね、はい、そこから先何かこう現代に応じて、ね、はい、変わってきてる部分、はい、ここ数年でまあ M&A というかそういうのも何社か行いまして、うん、まあ積極的にやったのもあるし、受け身というかまあやってくれ的なところもあったし、はい、結果的に、3社ほどあの、うん、うちのグループ会社化して、はい、まあそこは第2第3のなんていうかな、変革期になったんですか今、うんうんうん、まあ、そういう気はしてますね。なるほど、なるほど。今その一社独自に、まあ、やってたところからグループ会社と一緒にやっていくと、はいはい、そうですね、はいはい、な